それでは各段優勝のインタビュー、今度は序二段優勝追手風部屋の阿鼻子さんです。序ノ口に続いての優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今場所も全勝でした。いかがですか？そうですね、ほっとします。先場所は少し所作に緊張もあったということですが、2場所目の今場所はどうでした？そうですね、先場所よりは相撲に身が入ったような気がします。では7戦全勝を決めた今日の相撲をテレビではご覧いただきながら、今日は立ち合いからすぐに2本刺して手応えどうでした？そうですね、立ち合いしっかり踏み込めたんで、あとは流れで左差せたんで良かったです。ほっとしました。右を刺しての相撲ということですが、今日は理想通り取れました？そうですね、はい、取れたと思います。追手風部屋ということで、遠藤関をはじめ幕下の力士も6人いて同世代で競い合ってますが、普段の稽古場いかがですか？そうですね、みんな頑張ってます。阿鼻子さんも学生相撲を経験してだいぶ通用するようになってきました？そうですね、まだまだですね。今稽古場ではどんなことを磨いてますか？そう、スタミナがないんでぶつかり稽古を中心にやらさせていただいてます。さあ、2場所連続で優勝して番付を上げています。これからの目標はどこに置きますか？そうですね、来場所も、まあ、自分の相撲が取れればいいかなと思います。連勝もの意識はどうでしょう？いや、まだ全然、まだまだなんで頑張ります。期待しています。おめでとうございました。序二段優勝追手風部屋の阿鼻子さんでした。